降った時、なぜならエネルギーが届いてないからでしょ、伝えてないから。ちゃんと届けば聞くわけですよね。ちゃんと相手にエネルギーが届けば聞くわけです。ですね。ライティングポーズ、ライティングポーズ、近づいてくる、持ち上がるですね。何にも応用聞きます。あ、分かった、持っていくよ。あんた、いいね。それは持ち方下手だ。ね、そうじゃない状態でつっついてる。はい、お互いに腕組んで、お互いにやり合ってみる。どこでもいいんですよ。おお、分かる。のどっかにくっついてもいいんですよ。おお、ね、なんと近づいてくっついて、おお、こういうの見ますよね。うん、見てる。崩れてます。はい、しっかり。しっかり、はい。ね。で、足は自由に動いてるんですよ。はい。キュッとですね。で、相手がちょっと安定してました。重心がまた下に落ちてる。だからもう一回下に入ればですね。おお。これだけですね。取り戻す、取り返すこと。もう崩れてます。その後技やればいいです。もう一回やりましょうか。この後技やればいいんですよ。簡単なんです。簡単で。簡単。何やってたんでしょうね。何やってたんだろう僕らは。僕はずっとそう思ってました。気づいた時に何やってたんだろう僕は。これができてから筋力を育てる質も出てきますよね。それはいろんな人がいる。だけどここが分かってないでどんだけやっても